俺たちのドレス。やっぱりドレスでしょう。本当にトローリングリールはパワーは化け物。ウィンチ級。あとなんかすごいドラムみたいなやつだったじゃないですか。うん。村田さんがなんか、俺これでなんかやったぜ、みたいな感じの、3万番でしたっけ？ 3万番でしたっけ？うん。なんか、そんな感じのさ、あのなんか、ドラムみたいなやつ？ちょっとしたコンポみたいなさ、あのミニコンポみたいなサイズのさ、あの、ドンってしたやつやったけどさ、あれでもまだなんか、本場で比べたら、もうちょっと大きいはずなんよね。まさにウィンチやろうね。ガーって言って巻くやつ。USA に繊細さを求めてはいけない。3万のスピニングリールとかおもちゃ。そりゃそうですよ。海はもう地球を釣るわけですからね。本当に。そんななんか、3万とかでどうしようもないですよ。ストラディックソルトウォーターは人気みたいね。ツインパワーも品薄。品薄？どこのメーカーも今品薄じゃないですか。イグジストも生産調整入っとるし。そうだよな。純粋に在庫がないだけじゃない？結構これ今日も釣り具屋行ってきたけど、もうスカスカやったもん。生産がクソらしくて。そりゃそうでしょ。今までのツケじゃない？今までのツケじゃない？でも本当になんか材料もそうだけど、特に中国はもう大変らしいからね。3万のスピニングリールとかおもちゃ。3万番はおもちゃ。番がおもちゃ。3万円じゃなくて3万番か。おもちゃ。えぐいな。すごい世界だ。俺たちのドレス。ロッドスタンドさえ主張していく。すごいな。もうなんかそのアジア系はもうくっちゃくちゃやんね。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。だから皆さんちゃんとあの欲しいもん買ってあります？すでに。来年もっとひどいですよ、多分。来年の生産調整。だから来年普通に、そもそもだって今のリールすら追いついとらんのやから、再来年予約で来年ステラみたいなことになるんじゃないかな。イグジストもステラも、再来年だよな、この調子でいけや。今年のリールがあってもうすでに来年だから、ね。だから、なんかその、やっぱ、コロナっていうのを言い訳にできるから、まあ実際ダメだし。実際ダメだし、現実ダメなもんはダメなんだからどうしようもないんだけど、まあコロナっていうのを理由にして、普通にね、できるわけだから、だから来年は回避で、再来年に出すだろうなっていうのが、まあ、この状況で言ったら仕方ないでしょうっていう感じじゃないかな。ステラもイグジストも。どうだろう。